ついてしまった。うわ、イキュー。落とすか。イキュー。スチ、はい、すごいわ、ここ。これはね、長いよ。イニシエ、イニシエだわ、完全に。これはね、絶対違う。え、駐車場ある。マジ。入ったとこが全然違かったよ、これ。ちょっと車止め直さないとな。イキューさんです。到着、イキューさんでございます。すごい雷だな。今日はこのイキューさんに泊まって、みんなでワイワイ楽しんでいきたいと思います。はい、部屋に着きました。こっちには、なんだこれ、ガラガラガラ、あ、便所だ。で、よいしょ。これはね、2人分のお部屋ですね。お布団です。そして、向こうに行くと、みんながいると。で、ここですよね、露天風呂。見えないけど、こっちはもう外になってる。お外、あったかい。あったけー、すってー。はい、こんな感じです。こんな感じ、いいね。はい、一の禅ですよね。じゃあ、ケビ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 、まあ、多分出ないですよ。そうっすね。あー、聞く。でもこの和の味いいっすね、やっぱり。うん、だって、うわ、すごい出たわ。すごい出た。マスオさん、何してるか、ちょっと出さないでくださいよ。開いてますよ。はぁー。お大歓さん。いやー、よしよしよし、いいっすか。どうぞ。モツタケ。いいですか、いい感じですか。うん、厚揚げってこういう香りがする。そうですよね。うん、ま、切り飯、切り飯、切り飯とお菓子が別々に楽しむらしいですよ。また薄いのは煎り酒と申しまして、日本酒のアルコールを飛ばした後に花がつおと煮込んだ調味料でございます。なるほど。煎り酒ですが、真ん中の鯛とよく合いますので、ぜひご利用くださいませ。はい、説明がない。なんか水に、これですそれでスウェーデンにめちゃくちゃ太い、めっちゃうまいですよね。誰が一番エロくいるか。俺はちょっと…もろかした、もろかした、エロいわー、エロいわー、もろかした。あ、うまそうな伊勢エビ。うめ。今から部屋の露天風呂に入ります。マスオさんが全裸です。マスオさん、向こうでおいただきまして。いいっすね。さあ、これなんか果実入ってる。そうなの。たまらんなー。ビビるとき、たまらん。いい時間ですね。贅沢なんです。ここで、どっちか寝てますか。まさにここで。うるせえなと思ってたの。なんだよ、これ。どんどん。すごいっすね、この雷。いい写真だよ、これ。いい写真撮った。早く行くよ。くっちーさんが、ジャイダさんとどっか行って生配信してたの見て、いいなと思っちゃったもん。確かに、それは思いました。じゃあ次はどこにしますか。一人でロサンゼルスとか面白くなって怖いっすね。なんか怖いっすね。タバコ取られちゃう。どこがいいっすかね。タイとか本当に一緒。上海も良かったです。台湾だったら一瞬で行けるし。近いっすよね。飛行機の名前が結構しんどいね。いいっすか、行くよ。
ドイツ。ドイツ。なんで、あ、そっか。そう、行ったことないですよ、母国なのに。それは行った方がいいです。そう、単純にドイツのバーで、ビールとソーセージ。ソーセージ。あー、最高。そして夜気持ちよく寝るっていう。はい。ゆきちゃんさ、絶対こういう方が行かないやろ。行かない。うん。いや、マジでありがとう。マジでよく行ったよ。今までだったら、こと、おどまってそう。いや、誘われないっす。あー。あの時ノリがあるじゃん。お金減りますよ。たった2日。2人と2日。お金減らないっすよ、もう。確かに。あんま減ってない。マスオさん減ってない。マスオさんは減ってない。あ、それは勝負に勝ったから。そうです。いやー、俺も勝ちたいですね。何もやってないね。次回さ、ちょっと俺が勝ったら、ドイツ旅行無料。やばっ。それやばいな。それやばい。やばいよ。西と東は行ったことあるから。でもいいっすね。リアルに実現したらいいっすね、その海外。だって多分、導入、海外導入編として、え？いやいや、こう、流した、流した。そういう感じです。おはようございます。翌日の朝でございます。マスオさんが起こしてくれましたね。朝風呂をするそうです。俺もしたい。はい。だからまた同じ3人で朝風呂をしましょうか。はい。レッツゴー。出ましたね。え、キコも出てて。やめてその曲。昼間昼間でまたちょっと違った良さがあるね。食べるとか。おかげ横丁に行ってきます。もうやばい。あ、やばいやばいやばい、水がやばいよ。水がやばい、水がやばい。ありますか、マスオさん。ねえ、晴れるよ。正面から撮りたいな。